西武大久保さんの通算成績が結構すごい。打率2割4分9厘、158安打、41本塁打、1盗塁、OPS782。盗塁マジか。西武 OB の大久保博元さんか。巨人前コーチ、な、元楽天監督やろ。巨人時代が一番長いから巨人 OB やろ。在籍一番長いのは余裕で西武やけど、頭でいく？押し付け合いで草。OPS 割と良いの草。西武の守備どうだった？あの運行なく綿に拒否されるくらいやからわかるだろ。仮にこの成績がシーズンハイだとしたら OPS 低すぎってなるわ。DH 戦ならすごい活躍してたと思うが、巨人で引退したかったらしいね。引退したところで OB 名乗るべき。ファーム成績、1989、62試合、3割2分5厘。24本70打点、1990、50試合、3割2分8厘、11本49打点。西武 OB のデイブなかなかやるな。本塁打率が高い。普通にすごいからなデイブは、打席数の割にホームラン打ちすぎ、代打起用多かったのに。まあデイブは感動された息子みたいなもんよ。いくら嫌われようが血は西武 OB やから。巨人で選手やコーチをやっていたでおなじみのデブ大久保さん。監督してたとこが引き取るべきだろ。プロ野球選手の最終目標なんだから。ご視聴ありがとうございました。